こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきましょう。今まで作っていなかった追加のバッテリー作ろうと思います。1000超えたんですよね。これで何個できるかと思ったんですけど、100個で1つのメモリーらしいので10個しか増えなかったです。そのエネルギーの結晶をまた集めないと。はい、追加のバッテリー初めて作りました。追加バッテリー ×10、 エネルギーの最大量が増やせるので、これでなんかいろいろ乗った時には遊べると思うんですけど、まだ半分もいってなかった今4つ持ってて、まだこの先も集める必要がありそうです。今作ってたのが監視砦にあるところだったんですけど、他にも始まりの空島のところにもあるんですよね。今回は空島の探索行ってみたいと思います。とりあえずワープ。はい、では外出ましょう。最初の空島ってあんまり回りきれてる感じがないんですよね。多分もっといろいろ隠してあるものとかが存在してると思うんですけど、どうなんでしょう。そこもちょっと気になるよね。なんかありそうかな。今度こう浮いてる島も行きたいですね。とりあえず、なんだろう。時の神殿の上、何か呼ばれてる気がするので行ってみましょう。これは初めて見ました。祠っていう感じではないし、時の神殿って通れルーフで上がった方が早かったですかね。でも上から見ないと気づかないですね。なんだろう、ラウルさんの何かとか、色的にはジョナウの何かな気がしますけど、屋上ちょっと広い広場がありますよね。何も見えない。あ、羊ゴーレムがいる。何？何でしょう。お待ちしておりました。お待ちしておりました。私は儀式を持ってここを訪れし方の力を見定め、その資格が示された時、この地の始まりの空島について伝承する存在。あなた様には儀式を受け伝承を聞く資格があります。儀式に臨む心構えができたら言って、始まりの空島の伝承エピソードチャレンジがありましたね。ちょっとこのままだと怪しいので、何があるかわからないので装備の付け替えだけしておきます。服装もちょっと防御強いやつにしといた方がいいかな。今ですね、防御の強化してあるのがこの暗黒の装備と、あとハイリアの装備、どっちも今してある状態なので、今回はハイリアにしようかな。大妖精さんのところに久しく行ってないんですよね。なんでこれにしときます。儀式を受け伝承を聞かれますか。聞きたいです。かしこまりました。では儀式の説明をいたします。儀式は至って簡単です。制限時間内にこの島にある3つのかがり火に炎を灯し、ここへ戻ってくるだけ。12時間、ゲーム内時間ですよね、きっと。儀式開始を示す時の鐘が鳴った後、次の鐘が鳴った時点で終了。説明は以上です。儀式を行うならば、翌朝の朝の鐘までここで暇を潰し、朝の鐘とともに開始していただきます。行いますか。はい、承知しました。かがり火ってどういうことだろう。7時の鐘の音とともに島が浮き上がるのを待ちましょう。どういうこと。島、かがり火ってありましたっけ。あ、
普通に自分で待つわけじゃないんですね。もうすごい動いてる音する。なんでしょう。お待たせしました。儀式開始の時刻となります。説明を聞きますか。はい、儀式の説明。儀式は至って簡単です。あ、内容がちょっと変わります。12時間後の時の鐘までに3つのかかり火に火を灯し、ここへ戻ってくるのです。景色が変わってる。ただし儀式の間はこの神殿の屋上以外で足を地面につけちゃダメ。え、足つけちゃダメ。時の鐘が鳴った後に次の鐘が鳴った時点で終了。はい、説明は以上です。もう始まってるってことですよね。一回やってみましょう。これね、島のかがり火3箇所、結構遠いですね。足をつけちゃダメ。これ泳ぐってことかな。水なら足じゃないからいけるってことですかね。ちょっと端っこの方からスタートしてみます。届くかな。パラセールだけでいけるのか、なんか周りの何か使わないといけないのか分かんないんですけど、とりあえず最初の1個のかかり火の位置は聞いたのでそこに行きましょう。これですね。2つ目がちょっと分かんないけど、ここが一番近そうですよね。2つ目わかんないな。どこだろう、2つ目。ちょっとわかんないので。とりあえず1。見えてるのが、あ、すごく遠いんだ。逆側ですね。で、手前の脇。わかりました。12時間。あれ？チューリくんがいない。ということはもう1人でやれってことですね。だとすると、これは多分距離を稼がなきゃいけない。ファイヤーキースの羽とかでやった方がいいのか、それとももっと近くに行ってから撃った方がいいのかにもよるんですけど、どうしようかな。目玉じゃなさそうですよね。目玉は狙えないよな。ってことはこれかな。火炎の実にしておいて、どこまで飛ぶか。うわ、飛ばないね。ってことはやっぱりこれ水上がっていくんじゃないですか。ハイリアの装備にしましたけど、装備変えて多分ゾーラのシリーズで泳いでいくんじゃないかな。ちょっとやってみましょう。矢が どの辺までいけるのかの距離がわからない。あ、全然飛ばないんだ。あ、仕切り直しです。なるほど、わかりました。ってことは本当に近くまで行ってそれで戻ってくるってことかな。水の中ならいけるのか滝だけなのかはちょっとわからないので、滝だけ目指して行ってみます。今私の場合はゾーラの装備3つあるんですけど、1つでも飛び上がる高さは変わらない気がするんですけど、違うのかな。とりあえず3つあってよかったです。でさっきと同じところからスタートすればいいのかな。ちょっと難しいですよね。どこから行ったらいいか。きっと一番近いので見えてるところからだと思うんだけどな。1個目の滝上がって、右側の2個目の滝上がって降りる、で集中しながら弓で撃つが一番なのかもしれないです。まあ、とりあえず行ってみます。どこからスタートとかあるのかな。そもそもそんなに遠くまでね飛べる感じがしなかったんですよね。なので若干高いとこから始めた方がいいかな。ここから行こう。右側から、あっちから行く方がいいのか。
届いてましたよね。届いてたからさっき行ったところに乗ってやっぱり左に移るっていう感じかな。チューリくんいればね、もっと簡単に行けるんだと思うんですけど、これは一人のチャレンジだと思うので、いないと、まあ試練ですからね、一人で試練をやるしかないんですね、きっと。これダイビングも行けるのかな。曲がって隣の滝のところにパラセールで入ってみます。で降りながら撃つ。地面につけちゃダメだから、多分水の真ん中とかにはいいんじゃないかと思うんだけど。うわ、近かったかも。ちょっと近いかな。あ、行けましたね。1個つきました、1個。よし。で、もう一回戻って、どうしよう、2つ目の滝に行きましょう。2つ目の滝どこだろう。かなり遠かったですよね。なので、わあ、どこまで飛んでいけるかわかんない。困ったな。これ下の滝はやめた方が良さそうですよね。ちょっと怪しい。落ちすぎてジャンプしても次のとこ行かないかもしれないので、これかな。ちょっと高めのこれを使いましょう。そしたら左手にある、左手全然見れてないんですけど、高い位置なのか低い位置なのかがすら分かりません。どこ、高い位置かな。 ありましたね、この横だ。あー、待って、やっちゃった、待って、まずいぞ、まずいよ。あ、届かない。もう一回ダイビングしながらはダメだね。危ない。でも距離分かりました。もうちょっと奥まで行かないとダメなんだね。近くまで行って、低すぎるかな。低いですね。ってことはもうちょっと上、この辺上すぎるかな。着いた？あ、着いた。これで、ちょっと待って、どうしよう、もう一回戻りますか。戻ってばっかりだけど、2カ所目は完了です。で3カ所目が回った方がいいかな。1回戻って経由する。本当にね、右側に行かないといけないんだけど、乗れるところがないのでちょっと行けなさそうだから、この高いとこ乗ってかな。正面の高いとこ乗って遠くに行ってみましょう。これだから段差になってるんですね、きっと。段差を使いながらうまく上に行くとか下に行くとかしなさいねっていう感じなのかなと思いますが、違いますかね。これで奥まで行けるかな。あ、行けそうですね。これだったら距離取れてるんじゃない。正面のところに行ければ一番。ちょっと怪しいかな。でもここないんですよね。ちょっとまずい位置を通ってきた可能性が。届く？いや、届きそうな感じがしますね。ギリギリだけど、多分水の中には落ちれるような気がします、ここだったら。頑張れパラセール。これでもう一個奥かな。次のかがり火は高い位置なのか低い位置なのか、どっちなんでしょう。とりあえず、はい、これでこっち、こっちに行ってみます。かがり火、ちょっと待って、届かない。高い位置に行くのに届かない。はい、あった、かがり火、それか。ってことはここで一回上かな。で通り過ぎながらできそうな感じがします。戻って時の神殿までが多分一つですよね、きっと。ってことは奥の高いとこに向かわないとダメなのかな。これぐらい高さが分かんない。かがり火、この辺、よし、この辺だ。はい、頑張れ、届け。
とは若干届かない、もうちょっと上の方。はい、今度遠い。ちょっといけた。したらここに、ここに行きたい。ここに来れば多分戻れそうな気がします。よし、これで時の神殿に戻る。もう一回さっき飛んできたところ行った方がいいかな。ここ、右か左か、こっち高い方に行って、奥に見る一番高い滝になってるところに向かいましょう。それだったら届くと思うんだけどな。届きそうですね、高さ的にはいけそうです。水の中多分落ちちゃえばいけるのでは。すごい面白いこの試練。頑張りゲージ増やしといてよかったです。バッテリー増やしてきた意味はあんまりなかったけど、これはありがたいですね。はい、戻れました。よかった。そして着陸はゴーレムさんのところで大丈夫かな。ここでいいみたいですね。わ、面白い。はい、ということで報告です。お見事です、あなた様は資格を示されました。何、お約束通りこの始まりの空島の伝承をお話ししましょう。この時の神殿が立つ地や島々は遥か過去には全て大地にあったのです。しかし今はご覧の通り空に浮いています。その理由はこの地がやがて魔王を倒す勇者の目覚める場所だったから。決して魔王やその手のものに破壊されることのないよう、高い高い空に遥か過去において賢者の偉大なる力により浮かべられたのです。これミネルさんのことだと思います。多分あの次女さんのエピソードチャレンジ先にやったんですけど、多分それじゃないかな。これが始まりの空島の伝承。お、ジョナウの記事もらいました。それはこの地を空に上げた賢者が伝承を聞いた者に授けるよう命じた印の品、どうぞお受け取りください。すごい、始まりの空島の伝承をクリアしました。もう一回聞いてみます。ちょっと違う話が入るのかどうかを確認しましょう。しかし今はご覧の通り空に浮いています。理由は魔王を倒す勇者が目覚める場所だったから。目覚める場所がもう決まってたんですかね、それとも何かがあったのかな。なんでここだったんでしょう、時の神殿。どういうこと？もしかしたらラウルさんの手とみたいな話を過去にゼルダがして、そうなるときっとこういう感じかなっていうので、飛ばす位置をもうラウルさんが決めてたのかもしれないですよね。ということで、せっかくゾナウの記事もらったので、後ほど果ての村でパラセールの記事変えてもらおうと思います。でその前に空なんですけど、一箇所すごく気になる球体があるので、そこに一回移動します。ということで、ナタカカの祠に来ました。アッカレ高原の上にあるとこなんですけど、これ触ったら多分球体の中に水晶があるような感じなので、球体の、ね、中を目指します。前に飛んだ時に気づかなかったのでちゃんと見ます。きっと上の方から入るんじゃないかなと思うんで、飛びましょう。お願いします。あ、真上じゃないんだ、見つけました。あったあった。え、なんか真ん中にありますね。これなんでしょう、宙に浮いてる。ん？あれ、これ動かすと周り動くのかな、もしかしたら違う。え、バネ飛ばす。
これでも周り動きそうな感じがするんだけどな。位置合ってますもんね、外側のと一緒。あー動きました、楽しい何かね意味があるんだと思うので、とりあえず、あー間違っちゃった、とりあえず場所を動かして移動方法に何か作った方が早いかな。何か作ります、そうしよう。はい、できました。これでいけるか、バッテリー増やしてあるんでね、多分いけます。おー快適、すごい簡単に乗り物作ろうと思ったんですけど、水上がね重たすぎてダメだったので、ちょっと違うのにしちゃいました。これでナタカカの祠のチャレンジ終わりかな。今作ってこういう光ってるその水晶を持ってくると祠に変わるところがあるじゃないですか。っていうことは各地にある祠ってもともとこういう水晶だったんでしょうか。なんかイメージとしてはこの水晶をそのラウルさんの力をとどめるために配置していったんじゃないかなって思うんですよね。こうやって開いた後にくるくるって出るし、特殊な水晶なのかな。なんか祠イコール水晶な気がしてなりません。一応これでミニチャレンジ、祠チャレンジかなになってるのが一つ終わりました。ミナカレ空諸島の祠と空島、他にも空島で水晶が必要なところがあるんですけど、やってないのが多いのでまた他のとこもねやりたいと思います。ということで今回は祝福、一心の試練と祝福も結構多めですよね。祠に水晶を持ってきてみたいなの、やり方はその都度変えてるんですけど考えるの面白いです。そして最近ですね、ハートの器と頑張りの器をちょっと増やしたんですけど、まだ足りないか、もうちょっとね頑張りが欲しいんですよね。せめて3周もう少しなので目指したいと思います。あとは今見えてる地図上の北側の丸っぽいところに確かあの巨大ゴーレムがいたと思うので倒していきます。まだ倒したことないんですよね。初級は始まりの空島で一体いてっていう感じだったんですけど、そこから倒してないのでゴーレム行きたいです。こっち、いや全然違うとこ来てる、逆側だ、逆側ですね、こっち到着しました。それではゴーレム倒しましょう。服装を変えた方がいいかな。はい、慣れてるのでこっちにします。正気ガードがついてて、まあ、地底でもどこでも行けるので楽に来ちゃってるんですが、他の装備も強化したいですね。素材がいろいろ必要だとは思うんですけど頑張ります。初級なのかな、上級なのかな、くくりがない、あ中等ってことは真ん中、とりあえず乗ってみます。多分乗れると思う。来た来た、あ宝箱ついてますね。何が入ってるんだろう。よし届いた、待ってマスターソード壊れた速攻壊れたんですが、えもうちょっと持つと思ってたのに。じゃあこれ、はい、ということでブロックゴーレム何個か抜くと、勝手に壊れてくれるんですよね。手だけ先に取ればよかったかな。手の先の1個取っちゃえば、あの今のやつ攻撃が当たらなくなるから楽なんですけど、あー取っとけばよかった、まあいいか、そんなに
そんなに当たっても痛くないから、まあいいことにします。これで4個、もう1個かな。はい、5個か6個ですね。取ると削れるので取るようにしてます。待って、このこれちょっと強くない。あれあれ、最初に外れたの。中身もらっちゃいますよ。古びた地図もらってよかったのかな。あーすごい、地下ですね。地下のこの古びた地図のマークがあるところも行ってみたいんですけど、全然行けてないです。これで戻れこしたい。乗って戻れこ、自分のやつを戻したいんだけどな。戻る、よし、できました。これで上にくっつけるから上がれますね。まだ戻れっこいらないかな。解除せず行きます。よし、じゃあ解除。はい、半分以下にはなりました。あと1回かな。ブロック、あーブロックも外したいけど、おチューリくんいい位置やってくれてましたね。でも私の位置からだとちょっと取れないから中身抜きます。えダメなの今、結構ダッシュしたよ。またこれ抜きたいんだけど当たらないな。はい、手の先抜いた。まずい、時短だになっちゃった。ちょっと距離離れてるとあの時短だみたいなのするんですよね。待って、ちょっとずつ落とします。早く崩れろ。あと何個だろう、あともう1個かな。崩れろ。はい、いけました、崩れる。これで終わるかな、残るかな。あ、いけそう。ありがとうございます。ちょっと待って、バッテリーがもったいない終わりましたね。ちょっと待って、バッテリーがもったいない。よし、いや中東も今の感じだといけるので、どこかでもう一個段階強いのいると思うので、ブロックゴーレムも見つけた時にやりたいと思います。せっかくだからこれもらっときましょう。スクラビルド、はい、終わりました。それではパラセールの記事やりに移動します。はい、ということで果ての研究所です。研究所の近くにあるここ、前にね来たところなんですけど、迷いをね探してなかったのでちょうどいいので行ってみましょう。いないんだっけ。いや、いるね。はい普通にやってなかっただけだったみたいです。結構迷いの落とし物も集まったので、どっかのタイミングで会いに行きたいですが、みんなどこにいるんだろう。これで OK。そして今回用事があるのが、入手できた生地にパラセールを変えていきたいんで、どっち側？向こう側？別にどこから飛んでもいいんだけど飛ぶ位置を間違えたみたいですね。はい、逆側。じゃあ行ってみよう。果ての村です。生地をやってくれるのが結構こっちのお店だった気がしますね。ここだね。よし、お
願いしたいです。違うかな、この人じゃなかったっけ。いらっしゃいませ、ありがとうございます。染色生地手数料込み込み、あ、そっか、色変えるのがこの、あ、パラセール、あったあった、これですね。最近は服の色染めだけでなく生地張り替えサービスもやってますし、生地をお持ちいただければ素敵な生地に張り替えて差し上げまして、新サービス今すぐ楽しめるように生地プレゼント。え、すごい、佐藤さんの生地もらいました。話しかけるの忘れてたのかな。サゴのデザインのパラセールの生地です。村の入り口にあるベントエストにはもう立ち寄られましたですか。そこの有名デザイナーサゴノさんがデザインしてくれた最先端の生地ですし、各地方に行けば特徴的なデザインの生地がたくさん手に入りますし、新しい生地を手に入れた時は足のことを思い出して早速パラセールに張り替えて大空をおしゃれに飛び回るといいですし、パラセールの生地張り替えるのも20、パラセールの生地張り替えします。はい、全部預かりになるみたい。うわ、すごい、これ今までのやつ、かわいいですけど懐かしい生地。これ前作ですよね、多分ブレスオブザワイルド、こっちの生地だった気がする、違ったかな。でゾーラ、ゾナウ、ゾナウいいですよね。でこれが白爪新聞社の生地、そして馬神様の生地で、ゾナウ調査隊、調査隊もかわいいね。でサゴノさん、伊賀団っていう風になってます。今回はゾナウの生地にしたいので払いましょう。どうもです。え、生地セットして、え、射出、え、それではまたのご来店お待ちしてますし、いってらっしゃい。え、いや嘘でしょ。終わった終わったけどこんな感じなんだ。ちょっとあの色も変えたかったんだけどな、パラセールが鳩だったね。色変えたいです、色。お悩み、染色技術を生かして柄の入った生地の制作を進めてるでっし、佐賀野さんみたいに独創的なデザインの生地を作りたいのですが、何分何もないところからだと難しいですし、そこで魔物のチュチュをモチーフにした生地を作ろうと思うのですが、怖がりで魔物に近づけないでしよう。ファイヤーチュチュやアイスチュチュではなく、よくいる青いチュチュでいいのですが、参考になる見本でもないですかね。え、ミニチャレンジ出た。サンプル撮影してくればいいんですか。撮影してくればいい、え、写真撮ればいいの。あ、写真撮ればいいんだ。ってことはまあ何でもいいんですよね、写真撮ればいいんだったら。この辺で写真撮ればいいんじゃないですか、持ってるし。これってことですよね。こっちは手に持って、こう、ああ始まっちゃった。手に持つ2個、まあ2個でもいいんですけど、置く、で写真、これでいいってこと。チュチュゼリーでいいの。ちょ、もう一回見よう、チュチュゼリーなのか本物なのか。あ、魔物のチュチュなんだね。ってことはゼリーじゃダメなんだ、わかりました。やらかしましたね。これ今着てるのね、色変えたいなと思ったんですけど、ミニチャレンジがあるんだったらこれはまたにします。はい、ということで素敵なパラセールになりました。他の生地も多分もっと撮ってないのがあると思うので、集めたらねまた着たいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!